はい、かためきちゃんです。今回はルーンファクトリー4に出てくるボスモンスターをまとめていきたいと思います。前作プレイしてる人は知ってると思うんですけど、4に出てくるボスモンスターはこれまでのシリーズでボスだったモンスターがたくさん出てます。なのでそのシリーズごとにボスモンスターをまとめて、かつそのモンスターが仲間にできるかできないかっていうこととできるなら仲間にするために必要なアイテムっていうのもまとめていきたいなと考えてます。で、1回で全てのボスモンスターを紹介すると長くなってしまうので、まずはルーンファクトリー新牧場物語に出てきたボスモンスターをまとめていきたいと思います。まずはグレーターデーモンです。グレーターデーモンは仲間にすることができます。アイテムとしては大きな野の花火か大花紅葉が使えるんですけど、私は大きな野の花火の方が簡単にできるので私はそれで仲間にしてます。じゃあ次行きます。じゃあ新牧場物語に出てきた次のモンスターはキメラになります。キメラも仲間にすることができるんですけど、アイテムとしては至高のカレーか究極のカレーをあげると仲間にすることができます。これの難しいところは覚えるレシピのレベルが高いのでなかなか覚えれないってことだと思うんですけど、覚えちゃえばあのお店で買えるアイテムで作ることができるので、そんなに捕まえる難易度は高くないんじゃないかなって思います。はい、ってことで次のモンスター行きたいと思います。はい、じゃあ次のモンスターはラフレシアになります。ラフレシアは残念ながら仲間にすることができないモンスターです。ラフレシアはここから動かないんで、確かに仲間にしてもまあダメなのかなと思いますけど、個人的には全部の本当にモンスター仲間にできないとかなしに全部仲間にできたらいいなって思います。はい、じゃあ次行きたいと思います。はい、じゃあ次のモンスターはグリモアです。グリモアは大きな金の作物シリーズをあげると仲間にすることができるんですけど、仲間にするんだったらびっくり金のかぼちゃがいいと思います。理由としてはかぼちゃ連作なんで大きな作物がたくさん入手しやすいのでかぼちゃがいいかなって思います。私も実際それで仲間にしました。はい、ってことで次のモンスター行きたいと思います。はい、じゃあ次のモンスターはセイレーンになります。セイレーンは仲間にすることができるんですけど、アイテムとしては四つ葉の大クローバーが必要になります。ただこれ難しいところは真ん中に池があるので、セイレーンにアイテムを投げつけたりとかしてじゃないと受け取ってくれないので、そこがちょっと仲間にするのは難しかったなっていう感じがします。ちょっと出てこないセイレーン、そう、ここに、そう、こっちの、そう、ここの座った瞬間とかにアイテムをあげれば受け取ってくれるんですけど、まあこの結構中に入っちゃってたりするんで、そのタイミングで開けるとせっかく作ったクローバーが台無しになってっていうことが結構あったので、そこが難しいと思います。はい、じゃあ次行きます。はい、次のモンスターボスモンスターは G ゴーレムです。 G ゴーレムは仲間にすることができるんですけど、アイテムとしてはオリハルコンをあげればいいので、これは買えるアイテムなので結構やりやすい方じゃないかなって思います。はい、では G ゴーレムはまだ仲間にできていないので仲間にしていきたいと思います。お、え、一発で仲間にできた、すごやった、ゴーレムにします。はい、オッケー、やった、
はよ、びっくり。イエーイ。かわいい。おー、やった。はーい、じゃあ帰ります。はい、次に新牧場物語に出てくるボスモンスターは要塞戦車です。ただ、まあ、4に出てくるのは貝ってついてるんで若干違うんですけど、これもルーンファクトリー新牧場物語に出てきたボスモンスターになります。でもこのモンスターっていうかわかんないけど、これも仲間にすることはできないので残念ながら。次行きます。はい、あと新牧場物語の最後のラスボスとして出てくるのがこのプロテグリートになります。これもプロテグリートは仲間にすることができるんですけど、アイテムとしてはカブヘブンが必要になります。で、まだ私は4のスペシャルでは仲間にできてないので仲間にしていきたいと思います。かっこいい。イエーイ、仲間にプロテ。はいはい、やったー。あ、この技は人がモンスターいないとやらないのかな。やったー。はい、帰ります。でかっ。なんか足跡の割に動いてないよ。あー、なるほどね、見たら雷を強ーい。おお派手、やった。こんにちは。はい、ってことで今回はルーファクトリーの新牧場物語のボスモンスターを紹介しました。で、あと仲間にできるものはこれで全部仲間にすることができました。ってことで今回の動画はここまでにしたいと思います。バイバーイ。